献身とは、キリスト教の一部教派において、信者が洗礼を受けた後、一定の儀礼において、聖霊の力、ないし洗霊の恵みを受けるとされる概念。献身は、概念を指す名称であり、献身式、献身礼は、儀礼を指す名称である。聖教会では概念については、風光機密に相当し、聖洗礼儀が執行される儀礼の名称である。キリスト教の教派のうち、 正教会、東方諸教会、カトリック教会、正公会、及び一部のプロテスタントで行われる。プロテスタントには献身の概念が存在しないものも多い。秘跡の一つ、カトリック教会では、献身は七つの秘跡の一つである。献身の秘跡は、先例の恵みの完成に必要なものとされ、その効果は、聖霊降臨の時と同じような聖霊の特別な、 注ぎが行われることであるとしている。それは、霊魂に消えない、霊印を刻み、洗礼の恵みを増大させるのもので、神の子としての身分を強め、キリストと教会に一層固く結びつけ、精霊の賜物を強め、キリスト教信仰のための特別な力を与えるものである。かつては、献身を受けることで、キリスト教を守る、キリストの兵士になるという意味づけがなされていたが、 現代では、そのような考え方は用いられていない。ラテン典礼では、献身を授けることができるのは、司教の権能であるとされている。必要な場合には、司教は司祭に献身を授ける権能を与えることが、できる。献身を受けることができるのは、奇跡の意味が十分に理解できるようになってからである。また、献身の際には男性なら、大父、女性なら、大母の付き添いを受け、 先例名と同じように献身名をつける。献身名は、先例名をそのまま同じ名としても良いし、先例名と別の名を選んでつけても良い。献身の献能は十二使徒に由来し、除界の秘跡を通じて連綿と続いていると考えられているため、カトリック教会では、聖教会と東方天霊教会で授けられた献身も有効なものであるとみなしている。 このような考え方に従って、東方教会からの改修者ですでに献身を受けている。ものは、献身を受ける必要はないが、プロテスタントからの改修者は、献身を受けることになっている。献身の一回制基本的に献身は一回のみ、受けられる儀式である。特に、カトリック教会では、洗礼、献身、除戒の筆跡は、受けることで霊的な印を受けると考えるため、 取り消すことができない秘跡であるとみなしている。すでに献身を受けた東方教会の信徒がカトリックに改収した場合、献身を受け直す必要はない。一方、洗礼がそうであるように適切な形式をとっていない献身が認められないことはあり得る。逆に、カトリック信徒として献身を受けた場合であっても、正教会に改収した場合は、正教会が カトリックの献身を認めないため風向を受ける必要がある。また、プロテスタントの信仰告白式は、奇跡ではなく、カトリック教会ではこれを認めない。聖公会における献身は、概ねカトリック教会の流れを受け継いだものであるが、聖伝的書式と位置づけられており、救いに必要な、キリストが自ら定めた聖伝である洗礼、聖餐とは、区別されている。また、 被災が代行することなく、主教によって取り行われるものとされていることが特徴である。先例の時に名付けられる、教名と別に献身名が付けられることはないが、教名の慣習がない他教派から展開したものの場合、献身式に際して教名が名付けられることもある。献身式では、主教が一人一人の頭に手を置き、精霊のたまものを祈る。クリスチャンとしての責任を与えられ、 その責任を果たすこと、すなわち神と人に仕えることができるよう、この世に派遣されるという意味合いが強調される。このように、聖職者を助任する聖職暗主式に、形式、意味合いが近いものであり、神と暗主式とも呼ばれる。主教が取り行うため、故郷会においては年に1回程度の主教巡回に、際して主教座制度においては年に数回の教区。 行動検診式において検診の機会が設けられる。幼児洗礼者は12歳前後になった時、成人洗礼者は洗礼と同時あるいは直近で検診を受けることが多い。従来は洗礼に加えて検診を受けることが倍参に必要な資格とされていたが、日本性公会では2017年以降、検診前の倍参が可能となった。性教会やカトリック教会では、 サクラメントの一つとされている。プロテスタントにおける類似の行為に信仰告白式との語彙を用いる教会もある。教派によって献身の概念、方法はかなり異なるが、洗礼と区別されること、洗礼後に受けることによって生産に参与する資格が信徒に与えられることといった共通点はある。ただし、カトリック教会では、 幼児洗礼を受けた信者が献身の秘跡を受ける前でもその理解力に応じて生体に対する認識が可能な年齢になれば生体配慮ができるとされている。聖教会では幼児洗礼か成人洗礼の別を問わず洗礼機密の直後に風光機密を行う。他方カトリック教会、聖公会では幼児洗礼を受けた者が 一定年齢に達してから検診を受けるなど、洗礼後に一定期間を経て、検診に至ることも多い。ただし、洗礼と検診を分離することが、義務、規定として定められているわけではなく、特に成人洗礼において、洗礼と検診を連続して行うことも可能であり、そうしたケースは、現代のカトリック教会、聖公会では、珍しくない。初代教会では、 先礼と献身は一つの儀礼としてまとめて行われていた。聖教会は初代教会から現代に至るまでその形式を守り、カトリック教会、聖公会でも古代の伝統を復興した現代では基本的に一つの儀礼として行われる。しかし、カトリック教会、聖公会では時代によっては先礼とは別個に献身を行うことが習慣化されていた。 その由来としては、ローマ帝国でキリスト教弾圧がやんだ4世紀頃に幼児洗礼が激増したことが挙げられる。復活際に司教によって取り行われていた洗礼式が行われる頻度及び場所が激増し、司教が洗礼式を行うことが不可能になったことから、個別の洗礼式を司祭が行い、献身は後に一箇所に受洗者を集めて司教が、 行うという習慣が定着したものとされる。聖教会でも、洗礼機密、風光機密の件数の増加により、主教がいずれも個々に行うことができなくなった事情は、同様であったが、聖教会では、洗礼と風光を分離せず、主教の暗種に変えて、風光を行うようになった。この風光の際に用いられる聖光を調整、正規予視するのは、独立聖教会の主座主教のみである。 成功は各地協会に分配され、この成功を通し、主座主教の祝福が新進途に与えられるとされる。ありがとうございます。